はい、ガジャマルです。最近の楽天モバイルはいいニュースがないですよね。去年の0円廃止に始まって、郵便局内の200店舗削減といい、楽天モバイル社員の46億円の着服や、社員総出で1人5人の回線契約のノルマなど、いろいろ問題になっています。それに楽天モバイルの電波は弱いというのもちょっと痛いですよね。でも結構お世話になっているので頑張ってほしいところです。それで昨日ヨドバシカメラに行って楽天モバイルを契約しようとしたら、総合的判断で契約できなかったです。原因は分かっています。今まで10回線解約してきました。わざわざヨドバシカメラで契約したのも、ウェブから申し込みするとサイレントキャンセルされるんです。キャンセルメールもなしに、翌日にマイ楽天モバイルから申し込みが抹消されます。なので家電量販店だと契約できるかと思って、ヨドバシカメラで楽天モバイルを契約してみましたが、審査最後に電話で確認となって、店員さんが楽天モバイルに問い合わせて、結局総合的判断で契約できなかったです。社員総出で5回線のノルマとなっていて、契約も甘くなっていると思いきや、そんなことはなかったです。最後に解約したのが去年の11月21日なので、ちょうど2ヶ月経ってもまだブラックは解除されていないみたいなので、また3ヶ月目に再度挑戦しようと思います。それから契約していた10回線は翌日に MNP で乗り換えたりと、結構無茶もしました。でも10回線までは自由に使えるので、乗り換えるために楽天回線を使う方は計画的に使った方がいいと思います。ここぞという時に楽天回線を契約できないのは辛いです。楽天モバイルのいいところはやはり事務手数料が0円のところですよね。それに MNP 予約番号がすぐに発行されるところです。なので楽天回線は大事に使ってください。 MNP 以外にも楽天モバイル楽天市場店での iPhone や Android の投げ売りの時に、回線セットじゃないと安くならないので、ブラックになってしまうと回線セットで買えないので、かなりショックです。何ヶ月でブラックが明けて、次何回線契約できるか気になるところです。またブラックが明けたら報告したいと思います。はい、ということで今回は楽天モバイルブラックになりましたでした。いかがだったでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。